これより試合前セレモニーやっております。本日の試合前セレモニーオープニングアートは大阪スクールオブミュージック高等専修学校が担当した日本初のアイドルの授業総合プロジェクト大阪によるパフォーマンス。現在全国450名以上がアイドル活動を通して芸能界を学ぶ中、これまでシングル15枚アルバム2枚をリリース。大阪情報社のチャンネルライブをはじめ沖縄国際映画祭、サマーソニック、ここの上海公演、新年開始として大阪を代表し、メドバーと増やして、ますます活動の上で、笑顔と元気を届けていく総合スポーツ大阪がゴールを熱く盛り上げてくれます。